はい、皆さんこんにちは、ユリアと申します。それではペルソナ4続きからやっていきましょう。前回カンジ君をここで待ってみようかというところで終わりました。次のボタンを押せばカンジ君は現れるのでしょうか。そうだな、現れない。あ、2個目で現れた。ああ、てめえらそこで何してる。君の帰りを待っていたんだよ。さっきのバカップルじゃねえか。違うっつーの。ストーブが。んだよてめえら、つきまといやがって。話を聞きたいだけなんだよ。どうなってやがんだ、どいつもこいつも。はあ、いやまあおめえらがなんか悪いってんじゃねえけどよ。あーくそ、はあ、なあちょっといいか。最近なんか変なこととかなかった？なあ、変？変だと？この俺が変だっつうのか。いや違うってさ。なんで不良ってこう短気な人ばっか多いのかな。は？いや、そうじゃなくて。てめえら、今すぐ失せねえと締めんぞ。キュッと締めんぞ。ちょ、なんでそうなるんだ。マジやんぞ、俺ら。もう店の前でそんなこと言うなよ。お母さんが心配して出てくんじゃん。ちょ、陽介、陽介が店の中に逃げようとしてた。はあ、今日走りすぎだよ。まあ今日のところは何も起きなかったし、それでいっか。けどあいつがテレビに映ってからもう何日か過ぎてる。天城の時のこと考えると、起きるならそろそろだよな。気が抜けないね。明日また様子見に来た方がいいかも。もう明日になんないうちに捕まってたりね。まさかね。しゃあないね、大変だけど。とにかく今日はもう帰ろう。もうほんと疲れた。さて今日の冷蔵庫は？あ、おかえり。ただいま。なんで今日は行ってくれないの？あれ、雨降ってきたの？まだか。さて今日は？ない。じゃあ真夜中テレビ。あ、もうこれフラグじゃん、もう。あ、じゃあ見れないってこと？疲れたから。あ、見るか。陽介からかな。あ、あれ、もしもし、天城ですけど。ごめんね、遅くに。いや、全然いいよ、どうしたの？あのね、カンジ君、家にいないんだって。ほらー、ほらー。じゃあ今日のさ、真夜中テレビに映るじゃん。もうそれで確定だよ。旅館のちょっとした用のついでに染め物屋さんに電話してみたの。それでね、カンジ君のお母さんと話したんだけど、カンジ君どこかへ出かけちゃってそのまま帰ってきてないみたいなの。よくあることだってお母さんは言ってたけど、どう思う？もう真夜中テレビに映るからさ、それでわかるんじゃないかな。心配。何があって、これはひどいな、人出なしだよこれは。心配だ。だよね、もしかしたらこれフラグです。ねえ、今日また雨だから映るかもしれないよね、真夜中テレビ。絶対映る。カンジ君に本当に何か起きたのか
見ればわかるかも。0時になったら私も見てみるね。それじゃ。それじゃ、おやすみ。さて、どんな風に映るのか。マヨヌカテレビって欲望解放だよね。心コネクトだっけ？なんかそういう言葉が出てきたの。映った。非常に鮮明な映像だ。皆様こんばんは。発展僕の町のお時間です。いや、まずどっから突っ込んでいいのかな。今回は映像がないだけマシってことなのかな。今回は性別の壁を越え崇高な愛を求める人々が集うある施設をご紹介します。極秘潜入リポートをするのはこの僕、辰巳完熟ドゥエース。一体僕は、というか僕の体はどうなっちゃうんでしょうか。それでは突入してきます。今映ってたのは間違いなく完熟くんだ。ペルソナってこういうさ、こっちの方面に行くようになっちゃったの？おい。陽介は動転していて要領得ない。よくかけてこれたね。落ち着け。いや、だってあれはねえだろ。けど、やっぱり感じだったな。くそ、見込み当たってたのに、結局これかよ。あの時帰らないで、あと一歩粘ったらよかったのかな。にしても、あいつの背後に映ってた場所、あれなんだと思う？なんか非常口みたいな、なんか施設とかだったよね。崇高な愛を求める施設？わかんねえ。とにかく明日すぐ作戦立てようぜ。今日は早めに休むことにした。悪い夢でも見ないといいけどね。今までのこと考えるとさ、幹事はもうあの中なんじゃねえかな。まあ、今までのこと考えるとそうだね。真夜中テレビって結局何なんだろう。最初は心霊現象みたいなもんかなって噂を試したら見えたんだよね。そしたらもう一つの世界なんて大ごとに関係してて、噂になってるってことは実際に見てるやつが結構いるってことだよな。確か雨の夜の0時についていないテレビをじっと見つめるだっけ、噂の内容。んなの何かきっかけないと普通試さないじゃん、アホらしくて。まあ何もなかったらね、危ない人だよね結構。でも実際はやりゃ誰でも見れるんだ。もしこれが広まってみんなが見出したら、えらい騒ぎになりそうだね。クマの話を元にすると、あの映像は失踪者自身が生み出してるとかなんとか、要はなんとなく見えてるわけじゃなくて失踪者のせいで見えてるってことらしいけど。はあ、
てか、ユキコの時も見えたけど、当のユキコはそんなに関わった覚えないわけじゃん。そこの記憶だけに浮かれてるってこと？あのさ、ちょっと話それるんだけど、あの映像って犯人も見てるんだよね。そうだね、そうなると多分ね、きっとどっかで面白が、まさか楽しんでるってこと？そっか、なんか恨みを持ってて、そこに入ってて、ああいう映像を見れて、当の犯人はなんか頬杖ついて笑ってるんでしょ。人を放り込んでその後に映る番組を楽しんでるの？ああ、なるほど、可能性あるな。うわ、頭の中の犯人像が一気に変態属性になった。君の全てが見たいよ、ユキコタン。うわてか、ユキコの一連の話見られたんなら、一緒に私のも見られた可能性あり？それはどうなんだろう。ユキコちゃんはもうテレビに映ってたから見られたかもしれないけど、知恵ちゃんの場合はどうなんだろう。犯人絶対許さん、顔中靴跡にしてやる野郎だもん。こんな大声上げてんのにさ、後ろでヤンキー座りしている。あそこの二人はこっちを全然見ないね。1、幹事を助ける。2、犯人潰す。3、犯人ぶっ潰す。オッケー。ニトさん同じだけどね。あ、愚者のランクが3にアップしました。自称特別捜査隊コミュのランクが3に上がった。愚者のペルソナを生み出す力が増幅された。ニトさん同じだったよ。いや、分かってるから。あれ、もういきなりテレビの中？クマちゃん。おい、クマ、こっちに誰か入ったろ。あ、おう、誰かいるみたい。みたいって、場所は？わからん、クマ。カンジ君って男の子だと思うんだけど。わからん、クマ。わからない、わからないってさ。マップとかないの、ここら辺の。もう、なんなの？なんか拗ねてるとか？鼻クンクンしても、どっからの匂いかわからないの。お前、いろいろ考えすぎなんじゃないのか？自分が一体何者だとか、いつからここにいるのかとか、確か言ってたよな。どうせ空っぽ頭なんだから、あんま考えんなよ。そう、クマね。何も言えない。なんか結構深刻？何、ちょっと来ない間に自分は何者かっていうのを考えちゃった？幹事の居場所、お前に分かんないって言われると困るんだって。こんな世界、とても闇雲になんて進めねえしさ。カンジ君のヒントがあるといいかも。ヒント？不良です。そしたらクマ、集中できる予感がひしめいてる。カンジ君のことがよくわかるような、なんかない？カンジのことか、なんかって言われてもな。噂ならよく聞くけど、親しいってわけじゃないしね。昨日会ったばっかだよね、確か。昨日か一昨日くらいに。カンジ君の人柄を感じるような、なんかそういうヒントが欲しいクマよ。へえー、
実際のカンジ君を知ってる人に聞いてみればいいんじゃないかな。ああ、なるほど、聞き込み調査ってこと。今度はどんな情報ってさ、まあ、カンジ君と仲いい人を片っ端から話すのかな。じゃあハチ公に戻りますか。あ、え？あ、先生か、びっくりした。おお、ちょうどいいところに。クロミヤシア、わらわの力になってもらえるか。え、まさかのクエストってやつですか。まあ、なりましょう。良い心がけじゃ。ほっほっほ、少々持て余しちゃおってな。実はわらわのダウジング道具の材料を調達してほしいのじゃ。最近ロットが反応せぬです。我らの力に負けておるようで、そこで新しいロットを作ろうと思ってるのじゃが、しかし特殊なものを作るのにはいわくありげな材料がつきもの。クロミヤシア、そのような特殊な材料に心当たりはありやせぬか。もしあるなら我々のコレクションから相応の礼は取らせようぞ。店では売ってない貴重な品もあるのじゃが、どうじゃ。これはないこともないでいいのかな。ならばこれぞ運命、ひいては歴史の導きじゃの。いわくありげな鉄の棒の調達期待しておるぞ。クエスト1もやってないのに銃が出てきたよ。もう物思いにふけてた。今日は冷蔵庫に何か入ってるだろうか。あれ、この子会ったことあったっけ。1年生の辰巳くん、1年生なの。自分たちより背高いからさ、なんか同い年か1個上かと思ってたけどさ、1年生なんだ。この前見かけた時、眉間にシワがずっと寄ってたな。何か悩み事でもあるのかな。はあ、実はちょっと困ってて。話聞いてもらえる。何ですか。実はパパが家で急にプラムを作り始めてるの。それはいいんだけど、接着剤を私の机にべちゃって、うわあ。おかげで机が使えなくなっちゃって、板を張り替えたいんだけど、しっくりくる板がなくて。商店街の材木屋さんとか潰れちゃったし、どうしたらいいのかな。心当たりがある。ないけど。え、本当？じゃあお願いしていいかな。また接着剤引かれるかもしれないし、薄い安いのでいいからお願い。もうわかんないよ、クエストとか。もうこれはね、もう本人の実家に行きましょう。あれ、君いた？今まで。雲はふわふわ、とってもふわふわ、豆腐は四角くて白い。他に四角くて白いのって何があるかな。ノート、はんぺん、サイコロ、杏仁豆腐。うん、それも白くて四角いね。なんだよ。あれ、これ陽介？つうか商店街で聞き回ったけど、俺には冷たくってさ。さあ、もうヒントってなんだよ。じゃあこっちのご婦人は？私の彼、都会にいるんだけど連絡が取れなくて不安になっちゃう。はあ、君も恋人を不安にされちゃダメよ。繊細な些細な一言で女は傷つくものなの、わかる？わかる。あなた、いい男になるわよ。じゃあ付き合わない？あ、お母さん。いや、お母さんに話しかけたんだけど。あら、あなたもうちの幹事のことを聞きに。まったくどこに遊びに行ってるのかしら。いつもこうなのよ。
ういえば小柄な男の子も幹事のことを聞きに来たそうね。その子にも話したんだけど、最近あの子とちゃんと話ができなくて。ああ、なんか新米の刑事さんみたいな子。彼ならってどこにいんの？あ、おじいさん。昔は優しい子だったのに。あ、じゃあこの人も昔の幹事君を知ってるってこと？神社。ここにはいないだろうな。河川敷行ってみる？あなたは？え、ジョネスにいんの？え、何？火曜と木曜？火曜と木曜と休日かな。あ、ちえちゃん。なるほど、あの子を探すんだね。よし、頑張るぞ。え、一緒に探そうよ。ゆきこちゃんはどこにいるの？君は？何ですか？は？幻の芋焼酎、森蘭丸を知ってるかい？数年前までここの商店街にある小西坂店で取り扱ってたんだ。でもなんか商売にやる気がなくなったとか、取り扱いもやめたとか、なんとか。正直さ、こんなに仲間まで足を運んで手ぶらで帰るわけにもいかないんだよ。小西さんのところに取り入ったことは地元の商品の味なんだよ。え、またクエスト？今日でさ、何回もやってる。ねえ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 、にゃんにゃん、ねえにゃんにゃん、待って、にゃーにゃー。え、話聞いてよー。ね、話聞いて。にゃーにゃー。しょうがない、ダメ元でジュネスに行くか。火曜と木曜しかいないんでしょ。火曜と木曜と休日いない。集合。こっち呼んだのになんで向こう側行く？なんかいるし、なんかいる。そうです、私が録画ミスをしてしまった神社にいた狐ちゃんがこの子です。なんでいんの？え、ついてきちゃったの？わ、なんかいる。狐？いつの間に？先日神社で出会った謎の狐がいつの間にかそばに座っている。気づかぬ間に自分たちの後をついてきたのか。恐ろしい子。うわっ、こいつ一体どっから入ってきたんだ？てか地味に目つきは怖。あ、なんで最初の一言しか言わないの？この前、この前掛け確か神社で見たことあるような。みんなに不思議な狐との出会いの話を詳しく伝えた。ん？葉っぱで回復？そう、なんだっけ、ケイタくんだっけ？なんかおじいちゃんが足が悪くてね、それで神社の絵馬にケイタくんかケンタくんだか忘れちゃったけど、なんかそのお孫さんがおじいちゃんの足が良くなりますようにって書いて、その後ろになんか足に効くという葉っぱがあってね、それをおじいちゃんの足につけたらね、もうなんかウサインボルト並みに足が速くなっちゃったんだよ。すごい回復力のある葉っぱがあったんだよ。え？私たちに協力？マジかよ。見返りに金を欲しがってるってわけか。コーン、コーン。キツネは肯定するかのように一声鳴いた。
地獄の沙汰も金しらいってやつですか。なんだよ。まるでこっちの話を分かってるみたいなリアクションだな。コーン。また泣いた。こっちのこと本当に分かってたりして。でも考えてみたら警備の人とかにも見つからなかったってことだよね。私たちの後ついてきたんだとしたら大したもんかも。コーン。キツネは自信ありげに泣いた。本当に話通じちゃってる？どうしよっか。でも捕まえたりするのはかわいそう。悪さをするようには見えないし。もう生け捕りにしてね。マフラーにでもしますか。ねえ、黒宮君はどう思う？協力に期待しよう。勝手に出す。俺はないだろ、追い払おうは。まあ、協力に期待しよっか。前作のコロマルのパターンというか、コロマル枠かな。うん。それに思ったんだけど、さっきの黒宮君の神社の話、回復っていうの私たち本当に助かる話かもって思わない？え？それってあっちの世界へ連れて行こうって話か？うん。実は意外とありか。簡単に借りそうもない雰囲気だし。それにへそでを曲げられて店内でいたずらしても始められちゃ困るしな。キツネは満足そう。とりあえずキツネの好きにさせることにした。向こうの世界に連れて行ってみよう。でテレビの中入ったって何もないんだよね。町へ戻りますか。じゃあ今回はここまでにしたいと思います。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。